25世紀、300人の人間が新天地を求めて太陽系を旅立っていった。だが途中ラムジェットが事故を起こし、地球から6000光年離れた地点でブラックホールに突入して別の宇宙へ飛び出していった。この時一人の子供が宇宙船の中で生まれた。新天地に最初の産声を上げた少年、その少年の名をヤマトタケルと呼んだ。オアシスの少女。ヨインが必ずヤスサノオの中にあるヤマタノオロチの玉を奪い取るのだ。そのためにはどのようなことをしても構わん。お前の使命は他のすべてに優先するのだ。そのようなご命令、納得できません。納得などする必要はない。お前はただ黙って見ておればよいのだ。スクヨミ様、元はといえばお前のしくじりのせい。私の言葉に逆らう前に自分の不甲斐なさ、その力のなさを恨むことだ。では行け、心してかかれ。三日月のお前の兄の失敗、見事に償ってこい。大丈夫？昨日の夜、村を出る時から吹きっぱなしだぞ。唇は痛くなるし、喉はカラカラだよ。僕が代わってあげられればいいんだけど、僕が吹いてもスサノオは動かないもんね。面倒なやつだぜ。ごめんなさい。ロカのことじゃない、こいつのことだよ。そっか。ま、そりゃお前も面倒って嫌、面倒だけどよ。なんでもねえよ。それより腹減ったな。そうだね。なんか出せよ。え？う、じゃないよ。なんか持ってきたんだろ。何を？食いもんだよ。じれったいな。持ってないよ。持ってないって、袋を下げてるじゃないか。あ、これ、これは本だよ。本？うん、旅の間に読もうと思って。くわぁ、何考えてんだよお前は。そんなもの持ってきたって、この先何の役にも立たないじゃないか。しょうがねえな。そんなことないと思うけど。ったく、先が思いやられるな。タケルは持ってこなかったの？え、俺は、そんな時間なかったんだよ。そうだよね。タケルは地球の人たちが村にいられるようにするために一人で村を出てきたんだもんね。そんな時間あるはずないよね。え？そんなんじゃねえよ。俺は海っていうものが見たいから村を出てきたんだ。海か。早く見たいな。本当にあるのかな？あるさ。ほら、あの山の向こうに。腹減ったなあ。あれ？あそこ、木の実があるよ。あれはビースの実だ。食べられるよ。え、どこだよ。あ、ほんとだ。行くぞ。
ルがよそ見してるからだろ。よそ見なんか、そんなことはいいから早く逃げようぜ。ダメだよ、ちゃんと謝らなくちゃ。誰も乗ってないよ、持ち主を探そう。どこにいるんだろう、馬車の人。あいつじゃないの？ん？は、死んでんじゃないのかな。え？ロカ、お前泳いで見てこいよ。いやだよ。しょうがねえな。よし。えい！いた。うわ、生きてる。誰よ。何見てるの？いやらしいわね。ごめんなさい。タケル行こう。ちょっと待ちなさいよ。あっち向いてて。うるせえ。本当だな。見ないでよ。見てません。石を投げたのはあんたたち？どっちが投げたの？俺だ！いってぇ！何すんだよ！石をぶつけたお返しよ。じゃあね。待てぇ！ダメだよ、タケル。離せんのか！大丈夫？何これ。心配しないで、何もしないから。だってこんな化け物みたいな。ああ、私の馬車が。あっちゃ、やっぱりこいつの馬車だったのかよ。どうして、どうして私の馬車がこんなになっちゃってるのよ。ごめんなさい、うっかり踏んづけちゃって。なんですって？じゃあこの化け物はあんたたちのものなの？ってことは私の馬車を壊したのもあんたたちってことね。使えるのはこれだけか。ねえ、これ持って。早く。なんで俺たちが持つんだよ。あんたたちが私の馬車を壊したんだから、馬車の代わりをしなさいよね。ふざけるな、俺たちは軍馬じゃねえぞ。だったら今すぐ馬車を直して逃げた軍馬を捕まえてきて。できるの？できないんでしょ。できないわよね。うるせえ。避ける。どこまで行くの？あの山の向こうまでよ。じゃあ僕たちと一緒だ。途中まで送ってくよ。ね、タケル。やだ。大丈夫、ちゃんと送ってくから。本当ね。にいたら今頃家族とあったかな食事をしてる頃なのに、いつもタケルのせいでこっちは迷惑してるぜ。ムトリ。なんだよ。地球人ムトリ、悪いが下の泉で水を汲んできてくれないか。
すまない、ヨシオマーク。ムトリも根はいいやつなんだが、一昼夜歩き続けて疲れが溜まっているんでしょう。いや、確かにタケルの無茶のせいで、みんなに迷惑をかけてしまって。それも全ては、タケルの正義感と、自分を犠牲にしようとする優しさ、勇気のせいですよ。見つけたときは、怒らないでやってください。私は音立花っていうの。僕の名はロカ。あっちはタケル。音の家はまだ遠いの？うち？うん、だって家に帰るんだろ。ううん、私旅の途中なの。旅って？私ここからずっと離れた村に住んでたんだけど、先月父さんと母さんが急に死んでしまって、私一人ぼっちになっちゃったの。外輪山の向こうに嫁いでいった姉さんの村があってね、そこに行く途中だったんだ。女の子一人で旅するなんてすごいね。どうってことないわよ。変な奴に会わなければね。変な奴って俺のことか？そうね。お前な！タケル、急ごうよ。もうすぐ日が暮れるから。さあ、こちらへ。あなた方が来ることは全て巫女が予言しておりました。ただいま祈りの最中ゆえ、こちらへ。どうしよう、タケル。いいじゃないか、行こうぜ。が出た。ヤマトタケルよ、ここがお前の死に場所になるのだ。何？我が名はクシナダ。クシナダ、あの三日月とかいうやつの仲間だな。何なのよこれ。話は後で。三日月を二度にわたり打ち破ったという、その腕見せてもらおう。あ、
それがヤマトタケルなのか。踏み潰すに限る。くしょー、時の潰しておしまい。もうちょい早く。そこ、手に入れたか。あんたたち何者なの？それにあの化け物、あれは何なのよ。僕たちにもよくわからないけど、スサノオを狙ってることは確かなんだ。あんたたちと一緒だとろくなことがないわ。だったら一人で行けよ。あんたにそんなこと言われる覚えはないわよ。ビー、なに、あっとも来た。俺はお前を連れてくなんて言ってないぞ。やめてよタケル。あ、なんでサノが歩いてるよ。当たり前だろ、玉笛を吹いてないのに歩いてるんだよ。え、兄上になり変わり、必ず晴らしてみせます。懐かしい夕暮れは切ない香り、窓越しに揺れている優しい光、帰っておいで、迷わぬように一人きりで泣かないで、
忘れかけて